うん、アタック。じゃあ、よろしくね。Yes, ブランディで、サイドを見張りつつ、K を援護していくという形。トップはないですね。トップはロンソチームか。ほら、まあ、基本ラッセルじゃね。あ、ハゲ、ハゲてない、そっち。なんか、そっちなんかあれで、ポッカの剣のサウザみたいな感じだし。あ、S さん行っていいですか？天空に極性は勝手に豚ごろやん。うん、俺、仮装しちゃってた。前出ない感じね。うん、ハート周りで一回集まって、で、右側で戦うか、ハートの左から、右サイド、左から来た、うん、右側で戦いや、多分みんな相手左から来れます。ハート縦にして分断して戦うか。あ、じゃあ、軽心の援護に、一回集まり直すか。催眠基準でこの辺で一回止まろう。あ、でも前にパラさんいます。うん、というより向こうも今集まってるはずだから、キティさんとエスさんがついてくるかな。この辺でガン受けしつつ戦う。サバイバラシくっついたか。オッケー、お包み込んでいこう。カットリコンダーやってまいカットリコンダー。こんな時にライターのオイルが切れる。イライラ半端ないよね、それ。うん、後ろ来た。後ろから左サイド後方。いいね、いいね。よしよし、モリモリがキレ止めてくんないと。うん、後ろからキレが来てた。こんな、そんな感じだよ。エッサンは押せそうっすか。これを、あ、痛い痛い、 F1 ザ、残党押します。あー、やばい、下にいっぱいおる。オッケーオッケー、一回固まって合わせてあげる？行こうか。上でたまろ。斧を投げていく。当たんない。よし、行こう。バウ。ちょっと当初の予想と違うけど、ちょっとレスピアに変えるわ。ブランディストックはちょっと修行が足りないのよ。あ、でもこれこっち、あ、カートの周りでいくか。押す人が一人浮いちゃうから中まで入れちゃうのか。また例によって右側で戦う感じで、うん、カート縦にしよう。あ、エルさんが変わらないかな。どっちかでも
キュアは味方の奇襲だ。あ、いいや。あ、あ、フェスタもする。あ、じゃあ。いい、スタミナを回復していく。何言ったら下がりたいな。あ、でもこっち今6人。あ、でも向こうも5人だ。危ない。ここいいの。どうする？当たるか、跳ねるか。よいしょ。向こうの3人、こっちの後ろ、後ろ。ここから。当たるか。うかつで。山本君と俺の頭がミックスでジタブル。大丈夫。大丈夫。俺がミックス。お父さんの中。よし。待つ。今どんな感じ？俺が前いない。前いない。もう、うん、今はもう、とりあえず一回合体しようか、合体というか、うん、くっつこう。これみんな、右腕の部分。みんなの中、あったかいなり。S さん、S さんスプリントで、他の人は歩きながら接近しよう。オッケー、合流。ここも。何度サイド、何度サイド。危ねえか。オッケー。よし、ここあ、ホイミンとキティさん後ろが来てるよ。うん、いや、俺とバラシでパートで2人がくっついて進めるだけ進めちゃう。俺はもう死んだ。一緒に行こう、エッサン。こっちへおいで。死んだけど、いや、俺は、ああ、まあ、でも数的にはいい感じだから乗り込んでもいいかもね。うん、向こうも散発的になってるから正気があるならチャレンジしてもいいかもしれない。あ、でも位置的に向こうの合流の方が早いから、やめた方がいいかな。いや、じゃあちょっとまた合流しよっか。一人だ、これこの前のリスポーン前の岩の上。あ、うん、まあ、待てよ。あ、まだ生きてんのか。合流と思ったが、あの逆の坂から走ってきた。あー、うん、よくわかりました。でも40分大事だ。よし、カートまで行っちゃおうか。一人来た。キティさんを生贄にしてあげよう。すまん。ナイス。もう諦めたね。F1 レディいよ。あー、ごめん。はい、来た。ここどうすっかだよね。とりあえず向こうが揃う前にさ、実行ポイントを片方に出してかけるからどうか。そうだよ、ね、選べる、選べる。バラ見てるところに。うん、これ間に合うよ。あー、ダメだ。とりあえず A 集中で。
俺もいまいちどういう風に攻めたら勝てるのか分かる、うん、ただあの2回全滅させないと取れないっていうのは分かる。これいけんじゃねえか。あぶねえさ。B に。俺が殺したんだけど。相手が一人。いきまーす。いいよ。じゃあ俺キープする。3対2。あは。3対1になりました。ここでさ、あの、おとりたちはリムスカって言ってたけど、あんなに遊べないしね。ね。やってみる楽しみに。なる時間は。あ、でもここは早く抜けたいかな。利用した方がいいんじゃないかな。じゃあ、これですか。今はね、相手がメインでいるのは B だから、B 行こう。これも A はいっぱい捨てるわ。先に壊滅させてから。青。無重力鍛えた技だったんだ。とりあえず B、B 重点。行ったな、行ったな、行ったわ。うん。OK。HP 減ってたら F1 落ちたら回復するよ。速攻どうする？裏側 C 行く？裏 C 行くか。うん。裏 C 了解。と思ったけど。今日は左から、うん。変に一回止まれて。せっかくなんでそれっぽいところに。あ、ヤマト落ちちゃった。フォースできない。フォースできない。あ、エロンさん入ってくれるって。よし、とりあえず左から。ちょっと。出遅れだ。うん。チャット、あれの返事をしてて少し手遅れてしまった。しょうがないので A でもないけど。ホイミンタタカでもう一回集合し直してからってことか。あれタイム今どこだ。あ、今 A とか出てるか。うん、A とか出てる。じゃあ、この、木の橋を越えたとこで。うん。うん、合流合流。一回みんな揃うまでここで一回止まろう。向こうも多分バタついてるだろうし。今橋にかかった。はい。ほいよ。ホイミン来た。あ、あの、バリスタ撃ってきた。バリスタ撃ってきた。ポニーか。あ、でも、うん。ハラさんどこ？ハラさん、おそらく、彼はいい感じにどこまで何かを出るんだろう。レシカ、わざと来てましたか？うん。ヤマト入ったから。うん。レシカの人に。よし。いいぞ。ああ。おお、後半強いな。ちょっとしか戦えない。まあいいや、とりあえず。いいんじゃない、その全員で集まってぶつかって一回でも全滅させたら撃ち取れるんですね。うん、これでとりあえずベーシックスタイルってことでやっていこうか。今丸橋を渡っていきます。誰がビーチ叩いてたの？アラシか。うん、アラシ多分裏から挟んでくれるはずだから。そうだね、彼はあの二人で止めるから止めれないから。ヤマトが今、石膏してたの。
シールドオン。人数で上回るか。まだ全員が生き残ってる。じゃあこれで一区切りでホイミンとゲスさんがここから尽きたらまた丸切れ交流しようか。じゃあちょっとゲス、あ、もうあそこにいるのか、そこにいるんだ。うん、ただ、国民たちに一回合流しちゃう。ああ、バレた、バレた、バレた。繋がろう。ヤマト、ヤマトが見てる。まあ、殺しちゃうか。殺しちゃう、殺しちゃう。うん。行っちゃえ、行っちゃえ。A、A 集合。A あたり集合で。今のうちにさ、5人で B 行って B を潰しとかね。ああ、そうだ。ただ、今、うん、今、ただで取れる。あ、来たよ、来たよ。じゃあ、今のうちに B 叩いてください。B 叩いてください。あ、来た来た。3人ぐらい来た。はい。あ、でも下がった、下がった。下がったよ。でも、あくまで C を優先しようと思います。さあ、あと1回行って。後ろから山と、後ろから山と。オッケー。行こうか。うん。S さん、どう？何バグか。あ、うん。バグ。槍に本作戦はあるのかな。槍に系4の布陣で行くのはやりやすいかもしれない。槍が、まあ、やっぱりその硬い位置を連続で長いから出るしね、うん、そう、その槍がいることによって相手の前衛も手出しにくくなるし、うん、槍に系4は悪くなって、うん、確かに。はい、お疲れーす、はい。じゃあ表裏チェンジで、表裏チェンジで一回、こっちが今度は、うん、赤かな、赤、こっちに、うん、よし、じゃあマップチェンジするよ。作戦本いる、うん、いや、わからんけど、分かん、私は今回一切触ってないみんな。ちょっと待って、向こうに話聞いてくるわ。うん。User left your channel。Mind the archers!
じゃあ、向こうレディー出してきたら、スタートということで、なんか向こう結構作戦今から詰めるみたいだから、ちょっとかかるかな。とりあえずこっちはもうレディー出しちゃう。向こう。イベンツ側に弓を混ぜていきたいわ。ああ、やってみる。はい、こんだけ人数少ないと、一発目でさ、パンって弓で減らせると、さ、有利になるからさ、もし減らせなかったらさ、うん。ただの人数一人減ってるだけの。減ってるようになっちゃう。まあ、練習です。ちょっと冒険してみるか。ていうか、アーチャーやりたい人。どこな？これがね、俺最近ね、ショットボちょっと練習してるんですよ、実は。どうなんだろうね、恐れ地たちはさ、ダークフォレストに最初は、ボーガン、ヘビーボーガンで行って、うん、2個目のところもヘビーボーガンで行って、3個目の A、B のところで、それとも、うん、で、ラストは、グリーンといない。投げやり？やっぱり、あれなのかな、その、最初のさ、カート押しの時点って、こう、決戦になるじゃん。人がガッツリ集めて。そうそう、だから決戦前で、衝突前にダメージを与えてるっていう。うん。そういうと考えると、ヘビクロの方が、ダメ、与えるダメージ的にはでかいし、うん、どの武器でも一回格殺になるから、うん、っていう感じで、ヘビクロなのかな。でもね、ヘビクロスボウは当てられないのに。これでヘビクロだったらできるよ。あ、マジで。じゃあ、ホエミアーチャーやって、ちょっと楽しんでみようか。うん。でも、やりが1人減っちゃうよ。まあ、そこはなんとか。どうしよう。でも、槍2本はやっぱり欲しいよな。誰かスピアでき、スピアかブランディストってやりたい人いる。ファラシー？ファラシー、ああ。じゃあ、ファラシー、ブランディストックで。ゲロね。で、あとの人は、さっきと同じ感じで、K でオーバーオールの立ち回りで、チンパシーやってもらうっていうので、はい、これで楽しみか。うん、いや、ケースから武器は吸わないんだけど、ちょっと、極端に短いとか、縦であるとか、その、動き方が変わらないのであれば、平均的に立ち回れる武器だったら、どれでもいいやっていう感じがある。縦はいろんな種類、縦は縦の役割を徹底しないと、何か好きだけど、そうそう、縦をね、周りの人も積極的に活かす立ち回りも研究が必要だし、縦、ね、はね、2人以上に下げもらわなかったら言う価値ないっていう。うん、森崎先生、はい、飯食ったんだけどあっち入っていい？ああ、オッケーオッケー、ファイアンスティー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 とりあえずじゃあ向こうのチームにちょっと行っちゃって、あの今何人いるんだろう、ちょっと待って、いやあんたじゃない、1回じゃあ、ホイミンとかをぶち殺しにあっちのチーム行ってくるか、よろしく。俺は多分みんなのヘイトをガチで集めるから大丈夫。じゃあ燃やす。とりあえず。パンピーさんの人を君今から戦士ねって言ったらやらないから。俺やで、俺やで。じゃあ、あなたでしたか。ホズさんちょっとまた青チームに
古巣に戻って、はい、うん、メンバースワップでちょっと順番にやっていきましょう。ゴージャスボール取られる。OK、じゃあよろしくお願いします。で、これで77になる。はい、よろしくお願いします。はい、メンバーが変わるけど、とりあえずまた俺とパラさんで槍のホイミンがアーチャーで、残りの人は KK、 うん、っていう感じ。ケイ、え、アーチャー、アーチャー適度に槍に変えたらいいの。うん、なんかアーチャーの人はダメだなと思ったらまたいい感じになって帰ってもらって M でオイルでもいいし、じゃあアーチャー兼遊撃はこっちで判断っていう感じで、こっち立ち回りをお願いします。で、残りの人は V の方とカラシで V やって、後の人は K で前線を詰める感じ。あ、了解です。いいっす。で、あの細かい合流とかのタイミングは俺が言うんで、前線がボロボロだから一回リスポン前で立て直してから当たろっかとか、そういうのは細かく言ってくんで、よろしくお願いしますです。はい、ライターにオイルも入ったしバッチリ。今あるモリモリに斧を当てるの難しい。斧難しいよな、斧当てらんねえよ。もういっぱい背中につけてるのに今3つしかつけてる。斧を回避するのは意外と一番いいのがあるかもしれない。CPU の動き方を真似する。何それ。あのコンピューターの動き方のさ、あのなんかあのコンピューターってよくわかんないけどすごいちょろちょろするじゃん、うん、でしかもなんかこうどういう動きがあるのか全く動きに根拠がないから読めないという。これ自分もどこ行っちゃうかわかんないけど、うん、それは最大の弱点だね。あっしゃ、いないですよ。こっちはもうレディー出して向こうの作戦がどう決まるか。うん、いや、なんか向こう今ゼロから立て直しだから、時間かかっちゃう。Yes, yes, うん、全員 M でオイル投げてくれながら、そして自分でその火の上を歩いてしまう。今はね、エロンさんが向こうでジョインして、多分説明とか、リグループのなんとかとかを説明してくれてるはずだから。あ、OK だって。 OK、 じゃあ次にスタートかかったら開始で、うん、青。そう、ちょっとチューポポさんとユウスケさんは2回連続争いで申し訳ないんですけど。あ、OKOK、 大丈夫です。よし、じゃあよろしくお願いします。スマップ変わるよ。よろしくお願いします。とりあえず最初は右側から出るとリスポーンしたら間違えた。なんで出るようでもう一回始まってるの。おっと、はい、失礼しました。ペイント。右側向いて右側から行くのと左側から行くのと現地到着時間に7秒ずれが出るんで、そういう、うん、かなり7秒から相当でかい。相手のリスポン正面に見て右側。わしの方、変なアーチがいる方。違う、違う。よし。よし。K の人の修練ストップとかなんか。アーチャーズ down! Take out those archers! Focus on the archers! Find those archers! 下がっていきましょう。
向こう縦2匹でできたね。3だ。2かけなってる。あ、間違えた。そうだよ。あ、エイスさんが A や。うん。ここがアウトだから。一回リグリップかな、これは。でももう、右側で合流。ただ引きずるな。まだよ、まだよ。まだ、と思ったらもう、当たせんから行こう。増えてきたな。それが難しい。森が邪魔でなかなか撃つ。なかなか当てられないよね。ちょっと合流は、なんか一回合流合流。カラシを基準で合流しよう。OK、行こう。かなった。フェンスだとやり使いにくいかな。大変なりました。まだとりあえずカートで固まろう。まだ5発しか当たってないんだよ。うん、カート固まる、カート固まる。こっち今6人、だから全員か。中まで入れちゃった。ああ、ヤマトが大外から回ってきてるな。この辺も気をつけないと。ちょっとごめん。一回俺編成変えて K レベル。向こうも V で。手で正面で受けて左右から手で行きました。時間ないからそのまま行っちゃう。はい、止めた。あ、あった。よし、じゃあカート前でリグループかけようか。忍者警戒しつつ前でよったね。オーバー！ケイ。えへへへ、いかがでいいやった。先方で当たっちゃうか。フェミンちょっと忍者いないかどうか見とく。うん、右から。あ、ごめん。このとこ忍者がいません。はい、ごめん、外した。今は開いていた。これは進んじゃうパターン。あ、ちょっと今湧いた人、カートのところに誰も取っていいか。抵抗を試みちゃってください。ここまで来たら。ご飯なんですか。いや、よしたね。あ、オッケーオッケー。勝った勝った。よし、あいつら潰しよう。詰めようぜ。外した、なんだこれ。よし、このまま当たろう。うまいかい。あー、ごめん。あー、でもちゃんと裏回ってると攻めて。いいですね。今は行ったりして、急いで。あ、しまった。間違って左から出ちゃった。こういう時に行かないんだね、左から出ると。あ、行こう。お、いいですね。
詰めるか。思ったけどダメだな。向こうが。あ、もうでもカートに当たっていいよ。右側の人間に回り込んだ。はい。全然大丈夫。まあ、何か。もう一人。カート前。また前。カート前。あ、やるし。あれ、もうやっちゃうか。うん、一人だし、怒っちゃったんだよ。うん、なんかそう。なんか一人でウルトラしてるやつとか、周りにいる人数にさ、あったら、ガンガン詰めちゃったんですよ。了解。じゃあ一回カートの方まで戻ろう。あ、右の方多分5、6人いますね。オッケー、カートの方まで戻ろう。あ、ちょっと突破されそうです。了解了解。うん。あとの人が小詰めで入れてるから大丈夫。行くぜ。ヤマトがね、遅れてやってくるから。うん。これは一旦。うん。OK、OK。まあでも、時間的には結構時間に来たね。はい、一回集まろっか。いや、行かない。集まる集まる。あ、戻りました。ちょっと完全にさせてください。はい、バイリーバイリーよさん。はい、よし、出てきた。はい、オッケー、このままカートキープだと思ったけど、一回下がるか。時間かけた方が HP 上がるから。もう遅いな。全員湧いてきちゃった。このまま当たろう。今湧いた人はそのまま。うん。下がり、下がり。ちょっとしてしまった。次のリストはリグループで一回また固まろう。今いい感じに死ねたから。この交差点のところだな。左右で全員湧いたらそのまま行っちゃう感じで。よし、行こう。と思ったらまだいるじゃん。ああ。こっちにいる。よし。休憩休憩。下がり気味で行こうか。カート縦にしようか。カートエリア。リソース回復できた人から前で。裏取り取り、裏取り取り。いいよ。やっぱりね、パラシが後ろ見せてくれたから俺行かなくてよかった。そのまま当たっちゃってもいいですよ。よっしゃ。
これから切れ切れるから、どうせだ。また俺やりんね。俺が当てるたびに敵がさ、キルザアーチャーって叫ぶ。オッケー、じゃあ、当たるか。後ろ、後ろ、後ろから、ああ、マジか。建物の裏、あ、分かれてんの。マジか。お、皆殺しだった？うん。中途半端に動いたよな。あ、分かれて、分かれてるね。うん。なんだ、行っちゃいけなかった。どうするの？うん、下がって6人で止まるんだ、一応。じゃあ乗っちゃっていいですか？乗っちゃって、中に可愛い。ああ、こっちなんか。あ、じゃあ入っちゃった。はい、じゃあ。身を勝手に倒してるのか。かっけえよな、まあいけよさ。常識で。これは抜かれたかな、ちょっと間に合わないんでね。ここでオイルでしたな。うん。よいしょ、F1。B。B かたまる。もう、あ、じゃあやめるよ。はいよ。OK。それ、A 入るわ。レオさん、援護するんで、突っ込んでよね。A に2人。ありがとうございます。もうちょっと A に中途半端だけど、あーごめんなさい、ジャンピングキック、他の人は B で、はいよ、でも、あれね、一回しあれ、P やられてる？大丈夫。で、OK。ポン。どうの事故は聞きます。やばい、余裕だよ。じゃあ、A、次は入れたら、次は集合地点 A 変更。あ、生きる前に乗られてみたんだ。もう結構詰められてるから。OK、OK。じゃあ、次は A 行くんで。あー、もう。やったるで、俺一人で B にちょっかいかけてきたから左右完全に同じで死んでいこう。
どっち回る？ A 守り。うん、次 A。さっきと同じ感じになったら、はい。転移して。今は、OK。あ、じゃあ、ただし、A お願い。A じゃない、B だ。うん。あ、マジか。A3 で抑えられた。うん。一人残ってるから、右側で。うん。もう、A 勝ってる。A 勝った。あの A で。うん。アズキューシーが来た。やばい。オッケー、A キープ、A キープ。あとの人、うん。また A に集合しました。死んだ人が手順番に。片方キープできてる限りは慌てなくていいから。で、タラさんだけ、逆サイド、うん、主力の逆、行って。なるほど、少人数で後ろに来てるサイドが。そうそう。はい、あ。オッケーオッケー。両方キープ。オッケー、今合流しまーす。うん。ないですよ。すぐ死ね。こっちだな。たぶん。いや、もう一回だ。大丈夫。いや、取り返したっぽい。あ。オッケー。このまま A、また A で集まり直す。はい。慌てず騒がず。ただしの基本的な方針そのままでいいんで、で中途半端に出てきたやつはさっさと囲い刺しちゃう。ほら、うん、いいよ。前出すぎじゃね？いや、OK、うん、一旦戻ろう。あ、戻ります。入れてくるよ、入れてくるよ。はいよ。注意。 B はファラシなんですけど、どっちにしても向こうに何人いようが結局相手は分散するはずになるから。サンキュー。あ、おはよう。あれ俺の今じゃあ、リオが長いがや。いいわ、また、ファラシにお任せで。くや。斧で済まそう。投げ斧はいらないよ。これは来たね。なんで変わりすぎないのこれ。あ、あれか。うん、バレた。吉尾くんに三立て抜かれちゃって。なるほど。
団子三兄弟。さあどうすっか。前出ない。前出る。発見。あ、あの一人残して前出て、もうカラシは放流しといて。了解。じゃあレムちゃんちょっと残りお願い。はい、じゃあし。エスさんの背中を守る。俺はあの木の橋を渡ってほしくなってきます。オッケー。じゃあ木の橋の前、丸木橋の前で消えて。奥の方から逃げた。でっかいミスだと思ってないですね。うん、戻る。なんか大量になんか裏から。C に流れた、C に流れた。うん。G2、G。うん、全員来てるよ。あ、5人くらい。5人来た。今死んだ2人以外全員死。前で半ずつダメージ食らっちゃうね。うん、もっと残さないとダメなのかな。食らっちゃうんだよね。結局やっぱり根元ガードしか普段ないのかな。ある、うん、パラシーとかに裏取ってもらえばいいか。そうだね、遊撃で。あと俺ここ弓やるの。はいよ。それ。今速やかに M で湧きたいの。A で湧きたいの。死のう。誰か殺してくれ。俺を今すぐ殺してくれ。ああ、はい、自分俺とこに大量に来てますね。オッケー。自分とこでどこ。あ、この奥の方です。この方、あ、来た来た。これね、了解。上から来てくるよな、頭の上。上から来たり、上から来たり。ダメ、ダメだよ。バラクついた。イペン、ミーラー。いや、C 前でガッチリ固まる、うん、分散しないで。A がさ、A を叩いてるんだけどさ、うん、B と全部叩いてる。3人来てる。この方に3人来てます。はいよ。はい、あ、優先下がっていいよ。相手の中に入れちゃう。まあ3人、まあもう目の前に、うん、いや、下がっていい、下がっていい、下がっていい。多分、合流待ちなんですかね、向こう。うん、いいよいいよ、出てって、裏から行かれるから。中まで入れて、戦おうよ。かかるくでも今のとこ3人しかないですね。うん、まあ、戦われたんですけど、伊勢さんも交戦者か。向こう中入れていい、中入れて、中に入れて。5人ぐらいいますね。もう開きました。これ敵は8。まあ伊勢さん下がっていったら本当に味方のどうまで来ていいから、ここまで離れることはない。お互いの攻撃がすぐ届く範囲で確実に味方を置いておいた方がいいから。アーチャーだな。正面ルート集中。裏から来るの、裏から行くよ。はい、オイルポット。まずお互いの
攻撃届く範囲に確実にくっついているような感じで。ガチ一人になった瞬間死ぬから。残一人絶対なんですよ。両サイドに分かれたっけ？うん。オッケーオッケー。付き合うことない。うん、釣られたらダメだから。うん。受けて。俺はもう数がやばいと気づかないから前から早いで大丈夫、どんどん引いていくんだ。あのアーチャーだけ追っ払ってくれ。いいよ、よし下がろう。乗ってくる前にいっぱい当ててやる。うん、モラビト奥の方にちょっと仕込んでおきますね。はいよ、来たよ。 M2 来ました、来ました。アキールゲット。ちょっと一人奥の方からアーチャーで狙ってる人ですね。はい、あ、ホイミンに対処をお願いします。いや、なんか2人いますね、アーチャーが。オッケー、多分投げるやと思う。結構ズバズバ当たってますね。来たね、相手の手を持ってる。あ、全員曲がったよ。はいよ。あ、ごめんごめん。よし、あと2人来てます。了解。あっちゃん、あっちゃんまだあそこにいるよ。ちょっとね、なんか壁が完全に打てないの。ああ、これなんかあれだよ、あの、その高台のバグっていうかさ、なぜかこう、壁がある判定してる。ああ、残り、ま、残り1回ですね。オッケーオッケー、ナイス。よし、また中に入れて戦うか。アーチャーがさらに増えてる。センタールート右側、ここに。まあでも音楽鳴らすとこまで行ったし、うん、とはいえ、まあでももうちょっとだけディフェンスの方がやっぱり難しいですよ、ね、最初に前出ちゃったらダメですね。そうかな、うん、前出たもんで